たせしました。男子 400m ハードルの決勝です。使用する選手を連順にご紹介いたします。第1レーン、土屋春樹君、東海大合同。第2レーン、林太一君、成田。第3レーン、高橋光平君、東海大浦安。第4レーン、住谷亮君、成田。第5レーン、大瀬山正人君、西武大千葉。第6レーン、佐々木俊君、千葉日大一高。第7レーン、源田海君、幕張総合。第8レーン、西岡拓海君、八千代東。以上8名の選手による男子 400m ハードル決勝です。52秒83、このタイムでの優勝です。おめでとうございます。正面スタンド前にご注目ください。男子砲丸投げの表彰です。表彰は千葉県高体連陸上競技専門部加瀬健二部長が行います。